アベクレックとは、ブルーレイディスクのアプリケーションフォーマット、ブダブを応用し、DVD 等にデジタルハイビジョン映像を記録するための企画である。ブルーレイディスクアソシエーションにより、企画化されており、同団体の登録商標である。同企画の仕様は一般には公開されていない。なお、ここでの ABC は、アドバンストビデオコーディングの略である。HD 映像コンテンツを BD より、 安価な DVD メディアに HD 画質 5.1CH ステレオを音声で記録できる。著作権保護機能を有し、コピー制御がかかった日本のデジタル放送等の録画が可能である。2007年秋以降に日本で発売された BDDVD 機器はソニー、シャープを除き多数がアベクレックを採用しており、CPRM 対応 DVD メディアへの HD 録画が可能となった。MPEG2TS による録画の場合はエンコードを伴わない録画。MPEG-4ABC H264 による録画の場合はエンコード、またはトランスコード録画となる。録画可能時間はフル HD の解像度で片面一層の DVD に約42分約5時間。 片面2層に約1時間20分約9時間30分程度になる。なお、厳密な録画時間は画質モードに依存する。一部の BD、DVD 機器は iLink で接続した HDV カメラ等の HD 映像をアベクレック形式ディスクに追記することも可能。当初は互換性への懸念から録画したレコーダーでの再生が望ましいとされていたが、 アベクレック対応機器が各社より順次リリースされ、パワードベド、ウィンイド等のソフトウェアを活用したパソコンでのアベクレック再生も可能となっている。正式対応している NEC 及び富士通のハイエンド PC 以外でも一定スペック以上のパソコンにおいて、BD ドライブ及びごく一部のアベクレック対応チューナーボードを装備することにより、DVDA のアベクレック保存が可能となる。 アベクレックとは、あくまで ABC で録画されたものを DVD に記録する企画、機能のことであり、単に ABC で録画する機能や仕様については、アベクレックとは呼称しない。アベクレックの競合企画として、DVD フォーラムによって策定され、東芝が製品化した HD レックが存在するが、次世代コーディスクの企画争いが収束した後、現在は、 東芝純正の BD レコーダーでも HD レックについては再生のみに対応となり、結果として、アベクレックが DVD 用 HD 録画企画のデファクトスタンダードと化している。なお、東芝が2011年末に発売した8番組、同時録画対応 BD レコーダーでは DVD への記録はアベクレックのみとなり、旧来のフォーマットでの記録に対応しない初めてのレコーダーとなった。 前日の通り、アベクレックのアプリケーションフォーマットには、ブダブが応用されている。企画上においては、あくまでも MPEG-2TS と MPEG-4、ABC、H264 での SD 録画、MPEG-4、ABC、H264 での HD 録画を可能とする。音声は、AAC、ドルビーデジタル、リニア PCM での記録が可能。 著作権保護には、アックスを用いる。利用可能メディアは、DVD-R-DVD-R-D-L、DVD-RAM-DVD-RW DVD。デジタル放送記録の際、CPRM をアックスの代用とする以上、各 DVD メディアの CPRM 対応が必須となる。各社よりアベクリックに対応する、様々なハードウェアが製品化され、手頃な h d 録が、 再生用規格として成熟しつつある。また、パナソニックと三菱は、アベクレック対応 DVD レコーダーも、製品化している。いずれのソフトでもアベクレック再生には、PCOVD ドライブ、ペンティアム4同等以上の CPU が必須。その他バッファローが2008年4月、同年末に発売予定のパソコン用、地上デジタルチューナーボードで、 アベクレック記録に対応する構想を明らかにしたが、アベクレックは、話送受信形式ではなく録画、再生形式であり、チューナーボードの対応のみならずハイスペック PC 及び BD ドライブ対応が必須となる。2次、資料1次資料。ありがとうございます。